我の家族の映像だ。だがそれ式のことでは我は動揺せん。力玉来たなら死は受け入れればならん。それが我が一族の流儀だ。どういう家族？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回撮影してからね、また結構時間が2週間ぐらい経った気が。そんなに経ってないっけ？いや、知らんよね知らんよね。何をすればよろしかったのかしら。どこかに移動する予定やったはずなんやけど、ん？みんなそれぞれの部屋におるね。待って。みんなそれぞれの部屋におるっぽいけど、なんだ、どうしたんだ。どこへ行けばよろしいのかしら、これは。とりあえずみんなのお部屋、視聴覚室。ん？これはあれか。本校舎の方に戻ってきたのか、私。あ、ですね。本校舎の方に戻ってきたんだな、私。あ、そうよ。モニターが見れる場所。モニターがどうたらこうたらって言ったよね。で、私はさ、玄関ホールじゃないのって言ったんやけど、違うんかな。ほら、これ違うんすか。外の情報に飢えている。ここでテレビでも見られればな。違うのか。ってことはどこなんだい。監視カメラに銃みたいなものがついてる。ここにはあまり近づかない方がいいのかも。まあ、だって要はここが出入り口ってことやろ。それはね、あんまりうかつに近づきよったら。はい、待って、さっきさ、視聴覚室の前通ったよね。視聴覚室やったら、いろんな機材が、モニターとかいっぱいあるんやないん？違う？どや。うわぁ。なるほど、こういう感じの、なにこれ？めちゃくちゃでっかいラジカセなんやけど。ねえ、どういう状態？モニターと映像再生機器がセットになっている。DVD なんかが再生できそうだ。でも DVD のソフトは見当たらない。デッキだけあっても意味ないよ。何か見られたら気晴らしにもなるのに。お、またコインゲットしたよ。何か他のところで、何ゲットしてこんといかん感じ。なんだよこのモニター、どこの会社が作ってるんだよ。モノクマ社って書いてある。ディティールにこだわってんな。モノクマ、モノクマ社、これか DVD。 ん、段ボール箱の中に何か。お、これって、DVD みたいですね。しかも、ラベルにみんなの名前が書いてありますけど、え？それぞれが見るの？なに？怖い。モノクマの言ってたある映像ってきっとこれのことだよ。ちょっと待ってください。私、みんなを呼んできますね。てか待って、そもそも何を見るつもりで、モニターがどうなったらこうたらって言ったんかを忘れた。ある映像とかそんなこと言った。すぐに前園さんは走り出した。僕は彼女の後は追わず、その場に一人残っていた。というより、目の前の DVD に意識を奪われ、その場を動けずにいたんだ。ここに何が映ってるんだ？なんかみんなの、よろしくないものが。何これ？カメラ。監視カメラか、これも。こんなカメラで見られていると思うと気分が悪いけど、校則によると監視カメラを壊したらまずいんだよな。ムカつくけど放っておくしかない。これはなんか下から伸びてきてるよね。早く DVD の中身を確認しないと。ここに何が映ってるんだ？どうすればいいんやろ。 DVD が入っていた段ボール箱だ。もう再生できるんかな。お、モニターと映像再生機器がセットになっている。ここであの DVD も確認できそうだ。みんなが来る前に自分のだけでも確認しておこうかな。段ボール箱から自分の名前がラベルされた DVD を抜き出すと、それを専用のデッキへと挿入した。モニターの前に腰を落ち着け、しばらく暗いままの画面を見続けていると、なんなんやろ。家族？僕は思わず声を上げていた。と同時に心臓が早金を打ち始める。妹とかおるんやね。僕が見つめているモニターに映し出されていたのは、
僕の家族たちの姿だった。誠くん、あなたが希望が峰学園に選ばれるなんて夢みたいだわ。頑張ってね。え、なんかなんていうんやろ、あんまり喜んでないような。自分の息子として誇りに思うぞ。まあでも無理しすぎないようにな。あんまり期待されてない感じ。お兄ちゃん見てる？頑張ってね。これはあれか、学園側が頼んで移させてもらったってことなんかな、家族に。それだけ見ればただの応援メッセージだった。希望が峰学園に入学した僕を励ましてくれる家族の応援メッセージ。今置かれている状況が普通の学園生活だったなら照れくさいながらも嬉しかったに違いない。家族の応援を背にこの学園での飛躍を誓ったに違いない。だけど今は違う。僕が置かれているのはただの学園生活じゃない。でもなんか家族の態度に不信感は持ってないっぽいな。だからこの映像だってこのまま終わるはずがない。お、続きがあるってこと。そしてそんな僕の嫌な予感は見事に的中してしまった。なんか脅されとるとか。え、今度は声を上げることもできなかった。ただ声を失った。みんなはどこに消えた。ここで戦闘でも起きたのか。戦闘って表現の仕方そんな疑問に答えるかのようなタイミングでモニターから流れ出してくる声、聞き覚えのあるあの声。モノクマか。希望が峰学園に入学した。何誠くん、あんまり期待してないとかそういうんじゃなくって、なんかあれやんね、多分銃を突きつけられて話せみたいなことを言われよったかなんかで不自然な感じになったとかなんかな。どうやらそのご家族の身に何かあったようですね。じゃあみんなのもそうってことか。ではここで問題です。このご家族の身に何があったのでしょうか。じゃあみんな家族がこんな感じにされたとしたら警察沙汰にする人間もおらんってことか。でもさ、あれは国民的アイドルはあるんじゃない、舞園さん。正解発表は卒業の後で。卒業せんかったら始まらないんすか。どういうことだよ。どうしてみんなが。震えが止まらなかった。恐怖、怒り、それらの感情がマグマのように湧き上がり、くっそー。だって卒業まで、卒業の後ってことは、それまで答えを教えてもらえんの。無理やん。机を拳で何度か叩いた後、次に僕の頭に浮かんだのは当然といえば当然の考えだった。出なきゃ、今すぐここから出なきゃ。みんなの無事を確かめに行かないと。そっか、あれや、みんなに殺し合いのための動機を与えるみたいな話よったんやっけ。これか、そういうことか。なるほど。苗木くん、どうしたんですか、みんなの無事って。気づけば視聴覚室のドアの前には僕に困惑の眼差しを向けているみんなの姿があった。もしかしてここの場合はさ、グループのメンバーがとかそういう違う、ね、それはさすがに警察沙汰になるか。何かあったの。僕は無言のまま教壇の上にある段ボール箱を指さした。ひょっとしてモノクマが言ってたのってこれのこと。どういうことだ。ここに何が映っているというのだ。一斉に段ボール箱に群がった彼らはそこから DVD を奪い取ると即座にモニターへと走った。そんな彼らの顔色が表現するのに時間はかからなかった。なんなんだよこれ。本物じゃないよね。捏造だよね。だって本物のわけねえって。そんなわけねえじゃん。いやー、どう捏造したら。もう嫌、もう嫌、ここから出して。その反応を見ただけで分かった。みんな僕と同じような映像を目指せられたんだ。もう誰も恐怖と混乱を隠そうとはしなかった。だけどそんな中でもなぜか彼女は冷静なもので。なるほどね。これがあいつの言っていた動機の意味。ここはなんだ。家族関係が複雑とか。私たちの出たいという気持ちを煽って殺し合いをさせようとしているのね。でもやとしたらみんなの家族関係とかもきっと調べとるよね。そうですわね。囚人のジレンマですわね。はい。なんて？うん。例
えば軍事開発に置き換えて考えてみましょう。 A 国と B 国は平和維持を望み、共に軍事開発を止めようと考えています。ですが相手国に裏切られ、さらなる軍事開発を進める恐怖に耐えきれず、結果双方とも軍事開発を推し進めていってしまい、互いに裏切れ合う結末を迎える。お分かりですか？つまり見えない裏切りの恐怖こそが均衡状態の最大の敵となるのです。今の私たちみたいってことね。口では協力なんて言いつつ、心の中では誰かが裏切る恐怖に怯えてる。動機を与えられてしまったんよね、これで。キリキリちゃんは大丈夫そうな気がするけど。だが、変な考えを起こすんじゃないぞ。それこそ黒幕の思うツボだぞ。でも家族はどうなったん？はぁ？とりあえず、でも卒業後に答えがわかるってことは、今はとりあえず軟禁されとるとかそういう感じ。でもすでに殺されて、その答えを卒業後っていう可能性もあるのかな。そんなこと言って、おめえこそみんなをイラさせ好きに考えてるんじゃ。なんだと？おい、そうやって争うことこそ黒幕の狙いなんだと分からんのか。そうだよ、冷静にならないと。じゃあさ、まずはお互いに話し合ってみるってのは。自分がどんな映像を見せられたのか、きっと話した方が楽になるしさ。それにちょっと気になるじゃん、みんながどんな映像を見させられたのか。確かに気にならないと言ったら嘘になるけど。ねえ前園さん、前園さんはどんな映像を見せられたの？もうめっちゃ大ざめとるやん。何よ、どうしたのよ、さっさと言いなさいよ。前園さん、僕は彼女の肩にそっと手を。お？なんだ。僕の手を振りほどくのと同時に彼女は走り出していた。え？家族ではない、メンバーなんかな、やっぱり。いや、家族じゃないって決まったわけじゃないけど。前園ちゃん、やめろ。放っておけ。放っておけないよ。僕探しに行ってくる。ラブコメなんて気色悪いわ。私は知らないわよ。自分は恋愛小説を書いているくせに。コメディではないんか。そういうことじゃない。あんたってマジで無責任ね。ねえ、私も心配だよ。ではお好きなようになされば。全員の足並みを揃えずともいいでしょ。ごきげんよう。私も好きなようにしますから、ごきげんよう。みんなバラバラだ。でも今はそんなことを気にしている場合じゃない。前園さんを探しに行かないと。まあ、とりあえず建物から出ることはできんもんね。石丸くんはどんな映像を見せられたの？それはすまない、口にするには心の準備が必要だ。家族かな、やっぱり。どうしよう、みんな動揺してるよね。冷静になんてなれないよね。なんであんな映像があるの？わかんない、わかんないよ。こんなことができるのも殺人鬼だからなのかな。とりあえずみんな教えてくれそうにはないね。大神さんはどんな映像を見せられたの？すまない、我の家族の映像だ。だがそれ式のことでは我は動揺せん。力で負けたなら死は受け入れればならん。それが我が一族の流儀だ。どういう家族？おのれ。だが我が家族がそう簡単に負けたとも思えん。おのれ、どうやって。キリギリさんはどんな映像を見せられたの？さあ、話す必要はないわ。でも意外と顔色変わったね、普通に。山田くんはどんな映像を見せられたの？そうですぞ。他人に聞く前に自分が見たものを言うのが礼儀ですぞ。僕はどうして身を塞ぐんだよ。つまり聞かなければ言わないでいい。これぞ見ざる聞かざる言わざるの術。違うと思う。なんかそんなにダメージ受けてなさそうやな。違うのか。ないぎっち、こんな映像はでっち上げだべ。なあ、そうだべ。そう思いたいけど。なんなんだべ。何を言ってるだべ。でたらめだべ、そうだべ。ダメージを受けていらっしゃる。待って、どこに行ったのかしら。とりあえず外に出よう。前園さん、どこに行ったんだ。そんなに遠くには行ってないはずだ。こっちの学校エリアの方を調べてみよう。学校エリアってことは、
この辺か。角曲がってすぐに降りような感じではないか。マップで居場所がわからねえな。全くわからねえな。わかるようにしとけよ。1の B には入れない。1の A、教室は？おお、いたいた。大丈夫か？もうすごい真っ青やけど。誰もいない教室の片隅に彼女はいた。ど真ん中やけどね、ここ。椅子に腰掛け、膝の上で組んだ手に、ぼんやりとした視線を落としている。泣いているようにも見えるし、怒っているようにも見える。いや、表情なんてない。そこには、表情と呼ばれるものは何もなかった。まるで仮面が削ぎ落とされたかのように。舞園さん、大丈夫？はい、大丈夫。なわけないじゃないですか。まあね。私たちが何をしたっていうの？どうしてこんなひどいことをするの？どうしてなの？出して。今すぐ私をここから出してよ。舞園さん、落ち着いて。僕は暴れる彼女の両肩を強く掴んだ。まあ、でも普通はこの反応よね。みんなが冷静すぎるっていうか。気持ちはわかるよ。僕だって自分の家族に何かあったらって思うと。でも、こんな時だからこそ冷静にならなきゃ。僕らの冷静な判断を奪うことこそが黒幕の狙いなんだ。だいたいあんな映像、でっち上げに決まってるって。だってあんなことになってたら。あんなことになってたら、今頃警察だって大騒ぎしているはずだよ。まあでも確かに家族一つ消えただけでもすごい事件よね、普通に。ってことはやっぱり、ほら、警察の上層部の人が絡んどんやって。そうでしょ？だから、冷静になろ。冷静にならなきゃダメなんだ。それは、半ば自分に言い聞かせるような言葉だった。脳裏に焼き付いたさっきの映像を振り払うように、僕はその言葉を連呼した。冷静になれ。冷静に。きっと、みんなで協力すれば、逃げ道を見つけられるはずだよ。それに、もしかしたらその前に助けが来るかもしれないし。でも、逃げ道もなくて、助けも来なかったら？その時は、僕が君をここから出してみせる。どんなことをしても絶対いいんだよ。それは人殺しもか？と、そこで僕の言葉は途切れた。一瞬自分の身に何が起きているのかわからな、何どうした？まあ、びっくりした。刺されたとか殴られたとかかと思った。そういう展開ではなかった。お願い。助けて。彼女の声は小さく震えていた。どうして、こんなことになっちゃったの？殺すとか、殺されるとか、そんなの、もう耐えられない。マイソノさん。一番最初に殺すのは誰だろうか、殺されるのも。キリギリちゃんはなんだかんだひょうひょうと生きてそうな感じがするけど。そこでマイゾノさんはようやく僕の胸から顔を上げると、大きな濡れた目を僕に向けた。さっきの言葉、信じてもいいですか？え？ナイギくんが私をここから出してくれるって言葉。どんなことをしても、絶対にって。もちろんだよ。信じられるのはナイギくんだけなんです。だからお願い。ナイギくんだけは。何があっても。何があっても。おお、話しよった。私の味方でいて。このさ、なんかどんな手を使ってもみたいな、なんかそういう約束はしてはいけないと思うんだ、こういう時に。ね、確実に。人を殺すという選択をするシーンがやってきそうな気がするよ。当たり前じゃないか。何があっても僕たちは味方同士だって。だって前園さんは僕の助手じゃないか。大義くん。ありがとう。そう言ってくれるとなんだか頑張れそうな気がします。私。大義くんと一緒なら頑張れそうな気がします。だって私は大義くんの助手だもんね。お、ちょっと元気になった。そこには、いつもの見慣れた笑顔が戻っていた。まだ少しぎこちない笑顔だったけど、それでも、さっきまでよりは随分とマシだった。ねえねえ、おっと、こんなところで。立ってますね。はぁ、はぁ。苗木くん、立ってますね。立ってるって何がだよ。またまた。言わずと知れた。やらしい。フラグですよ。死亡フラグ。
あっち行けよ。ちょっと待ってよ。やだやだ、僕も待って。だったら聞かせろ、さっきの映像って。はあ、出ます、出ちゃいます、僕の真っ白な中綿が。やっぱぬいぐるみなんじゃねえか。ドロリとした中綿が。中綿はモフモフなんだよ。僕はモノクマめがけて全力のパンチを繰り出した。そして全力の空振りをした。そして全力でモンドリ返って全力で背中を打った。痛い大丈夫ですか。今のは僕が避けてなかったら高速違反だよ。だけどね、遅い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 よ。1万円くらいのディナーコースならペロリといけちゃうくらいに遅いよ。速さもスピードも疾走感も情熱もほとばしる何かも、悲壮感も大胆さも迷惑さも何もかも足りない。まだ足りないの。何だったんですかね今の。え、何、もう去ったただの嫌がらせだよ。とりあえず帰りましょうか。そうだね。なんとなくいい雰囲気をモノクマに台無しにされた僕は、前園さんと一緒に寄宿舎エリアへと戻った。お、みんなもう寄宿舎に戻ってるんすか？前園さん、ちょっと休んでいた方がいいよ。まだ顔色も良くないしさ。ごめんなさい。気を使ってもらって。じゃあ、そうさせてもらいますね。ペコリと小さなお辞儀を残し、彼女は部屋の中へと消えていった。残された僕は、他のみんなに前園さんの無事を説明をした後、一旦自分の部屋へと戻ることにした。妙な映像を見せられたせいで、混乱した思考を、少しだけでも落ち着かせる必要があったんだ。家族。でもひどい目に遭っとるとしたら、こっち、苗木誠が、こういう感じになっとることも分かっとるってことよね。まったく、なんだってんだよ。問題だらけだ。何が一番問題なんだ？ここから出られないこと？さっき見せられたあの映像？モノクマ？黒幕の目的？それとも僕たち自身？自身は別に問題ではないのでは。ここから出たい。殺せるわけがない。みんなもそうなのか？それが一番の問題か。もうそろそろ、朝目が覚めたら誰かが死んでいるような気がする。何？誰？ん？目を開けた僕は、まず最初に部屋の時計を見上げた。もう夜時間や。10時近く。いつの間にか寝たのか。もうすぐ夜時間。それなのに、誰か来た。殺しにとかでは、ない、かい？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、誰がこんな時間に会いに来たんかってことやけど、でもまあ殺しに来たとしたら、あーでもインターホン鳴らさんと鍵がかかっとるってことか。開けてもらわんことには殺すこともできんもんね。怖い。開けたくない。